さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。皆さん、今日からですね、新ゲリラ登場しております。こちらご覧ください。星6熱源奇跡ラッシュ、放射能熱源奇跡ラッシュ、超重力ということですね。こちらどちらとも超重力が反映されている新ゲリラになるんですが、なんとドロップ内容がこんな感じでん、やばくない？今まで必死にみんなが頑張ってゲットしてきた奇跡をですね、これからはこのゲリラダンジョンで入手することができます。で、まあ結構入手しづらいキャラとか多いじゃないですか、こういうのって。ただですね、今回からめちゃめちゃ入手しやすくなるということで、高難易度勝てない人はこのダンジョンをクリアすることでも素材がゲットできるという感じになります。まあただね、スタミナ200ということもあって、結構ね、難易度は高いとは思うんですが、まあちょっと今日はですね、実際に周回していこうと思います。はい。で、全く敵の内容がわからないんで、一旦今回はですね、こちら、いつも通りのゲリラ周回編成ではなくてですね、この雫を使っていきます。ちょっと今回変えてまして、超つなげし昇格生の深海王キラー3突で深海王キラー武器つけてあげてます。はい。でこれね、今深海王キラー3種武器がパズドラって存在しないんですね。なので深海王キラー2種類武器で代用てか、その使ってあげてます。はい。で編成こんな感じ。バルタン星人にアジサイ、バレリア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 にアジサイって感じになります。はい。という感じの編成でね、勝てるかどうか分かりませんが、実際にやっていこうと思います。いきましょう。あ、待って。今、バッチがスキブになってましたね。じゃあバッチを攻撃力に変えます。で、もしこれ万が一ね、これで周回できるなら、このダンジョンめちゃくちゃうまいと思うんですよね。実際にやっていきましょう。あれだな。奇跡の数とか、周回始める前にメモっとけばよかったって思ったけど、そもそも勝てるかどうかも分かんないし、いいか。ちょ、待て待て、待て、一回待ってね。今は、雫の火力は、20億出てたはずなんだよね。俺の見間違いじゃなければ。雫は今、乾燥してるはず。え？ 1 乾燥じゃ倒せない間？もう一度いけますね。雫25億出てますからね。25億で、これ？は？おい！勝たせる気ないだろ、こんなん。どうなってまんねん、これ。これ、あれじゃん。もう、圧倒的力パワーが必要な周回編成作んなきゃダメじゃん、これ。これ、こんなの全然足りないじゃん。ちょっと一回変えます。ここまで硬いと思ってなかった。は？ちょっと、上、頭、飛んじゃってるね、これ。ちょっと変えます、一回周回編成。はい、カット。どうよ、これ。もう、ちょっと、とりあえず究極系にしてきたわ、一旦。ラジョアで上限解放、深海をキラー。小学生は超つなげしですね。で、もうとにかくラジョアで超つなげし火力ぶち上げて、で、あとはもう闇花火を連発して、確実に邪魔されないように殴り続ける。で、武器に関しては、人面剣がダントツで強くて、深海をキラー2つに、50% 以下強化持ってるんだよね。だから、サタン使ってあげて HP を1にすることで、確実にこのラジョアのね、深海王キラーが発動できて、かつ 50% 以下強化も発動するから、これで殴れば絶対にどう考えても強いと思うの。だからちょっと今日はこのラジョアを使ってね、やっていこうと思います。まあ、とりあえずまずはね、ラジョアの直角性を超つなげしにすることによって、確実な火力が安定されるので、まあ、一旦ちょっとね、超つなげしに変えます。はい。で、人面剣アシストで、深海王キラー2つに 50% 以下強化。これで火力ぶち上げて上限解放に深海王キラー。もう完璧じゃない？で、バレリア。これスキブにサタン継承です。で、多分ね、4体全部サタンでいいんですけど、ちょっと今回一旦保険でタニシ進んできました。闇花火生成にエンハンス持ちですね。で、まあ、タニシはね、1積んでれば足りると思う。多分1体は欲しいかな。ただ、1体いれば足りると思います。いや、でもなんならこんだけね、火力あればね、0体でもいけると思うんで、全部サタンでも問題ないと思います。まあ、問題ないと思いますっていうのはまだ PDC が分かんないだけなんでね。ちょっと一旦やっていきましょう。じゃあサタン打ちます。あ、落ち込んだしバッチ忘れてた。あ、もう絶対いける、絶対いける。勝ったわ。勝った。うん、サタンでいいわ、これ。いや、もうさすがですね、本当に。これがラジョアのわけよ。で、オールマイトが入ってる理由はね、HP20% 以下で軽く出るっていう、ただそれだけの理由ですね。はい。いや、問題はね、ボス階層だよね。ここまでは絶対大丈夫。まあでも、そんなボスも火力上がらんだろ。ってことで、ラスト。まあ、いえいえ、大丈夫っしょ。どうだ？おい。嘘だって言うんだよ。嘘だろ。嘘だろおい、そんなん何でもありやん。はぁ
さあということでね、ちょっともう時間がないんですが、編成考えてきたんで紹介します。はい、まずは呂布です。はい、こちらメルティ武器でダメージ無効貫通とダメージ無効ですね、ボス階層の対策要因です。式神ですね、10強上限解放に人面剣で深海ウキラーと 50% 倍強化火力枠です。式神10強上限解放にこちらミストバーンです。まあここはとにかくねミストバーンで序盤のヘイストで使っていきます。バレリアカラット継承、バレリアカラット継承です。フレンド呂布自由ですが、できればですね陣を持ってる呂布を選んでください。今回はアシストにねこれ呂布陣持ってくれてる呂布使います。ちょっと時間がもうあと3分しかないんでやっていきましょう。まず1階層、まずは人面剣打ってあげてミストバーンで人面剣の使った分をヘイストからのカラット打ってあげて、まず10コンボで倒していきます。はい、こんな感じで続きまして2ターン目ですね。ここも式神打ってあげて、ここから4ターンの間はひたすら闇ずらして突破していきます。で火力的にはちょっと足りるか怪しいなぐらいの感じです。いやいや、カンストはしてるかなら大丈夫そうだけど、式神打ちます。ひたすら式神で倒していきましょう。ここも式神で突破していきます。10コンボナイス。4階層、ここまでは式神で突破していきます。はい、でボスですね、とんでもないボスなんですけど、まず攻撃はダメージ無効で耐久、ダメージ無効貫通はメルティ武器で対策してます。異常状態無効とか盤面花火生成とかいろいろあるんですが、他は特にないはず。盤面6マー大丈夫、6解除ある。対象スキル10ターンとまた何をしてくれてる。まあ いやメルティ打ちます。はい、からの盤面生成からと式神闇2セット、できればフレンドは闇を作らない陣の方がいいです。6解除生成要因でお願いします。でこれでダメージ無効プラス、あとはエンハンスで耐久。さあ倒してくれよ、いきます。ということでこれで倒せなかったらこの動画はボツになります。よろしくお願いします。さあこれで突破していきましょう。ナイス。ということで無事なんとかクリアできる周回編成になりましたね。あの時間なさすぎて今もうすでに29分なんだけど、うわーうめえ、初ゲット、アメミノン僕持ってないんでねっていう感じでゲットできます。いやもうあと1回しかいけないんだけど、マジで時間ギリギリなんだが、まあただねこういう感じでまあ一応周回自体はできましたね。うわーこれ周回難易度高すぎだろマジで。全然花火周回できる気しないんだけど、スキル枠足りなくないだって。あーカラッと打ち忘れた。あーでもちょっともう時間がなくてもったいないからコンテしちゃおう。まあまあ1回そのミスはいいんですけど、はい、カラッと打って殴っていきます。まあちょっとねこれね、まあ初日のね30分しかないということで、すごい雑な周回編成になってしまってね、攻撃枚数も8枚ですし、まあ、そんな強い周回編成でもないとは思うんですが、まあ、とりあえず一旦これで周回はできるね。これで一旦周回はできる。ただまあスキルターンが軽くてかつね優秀なキャラを積んでいくか、いやでもこれぐらいしかないしな本当に。花火周回する場合ボス階層のダメージ無効貫通とあと敵のなんだ異常状態無効とかいろいろ全て耐えれる必要があるんで、相当耐久力を積まないとダメな気もするんだよな。逆にどういう周回編成が出るかこの難易度で楽しみですね。100分の1攻撃力ってやっぱおかしいからな、どう考えても。はい、でこの編成に欠陥がないかどうかもねまだわからないんで、ちゃんともう一回いきましょう。異常状態無効がいるんでダメージ無効スキルが必要なんですよ。でしかもダメージ無効貫通もしてくる敵がいるんでね。はい、式神、はい、カラッと毒花火とかねっぽいことされた場合は呂布打てば OK です。はい OK、 大丈夫そうですね。はい、っていう感じがね今回の一応シンゲレラの周回編成となってます。まあ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 、とんでもない難易度のダンジョンがまた来ましたね。まあまあやっぱそのね、シンゲリラってだけあって、ね、難しいのもありますし、何より本来もともとこの奇跡たちってすごい入手が難しいんで、その分難しいって感じでしょうか。まあもしね、組める人はね、よかったら使ってみてください。ということで今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。